本丸で生産されている唐辛子は7種類ありまして、ハラペーニョ、ポブラノ、プリッキーヌ、ラテー、プサジュエラ、セラーノとなっております。この気候を生かして世界中の唐辛子を育てることが可能です。唐辛子の特徴としてはですね、まあ、すごい辛いもの、ハバネロからマイルドな辛さのこのポブラノっていう、いろんな種類の唐辛子、もうほんと激辛、中辛、まあ、マイルドっていう形でいろんな辛さを選べる唐辛子を栽培しております。唐辛子にはですね、もう皆さん知ってる赤い唐辛子とかもたくさんあるんですけれども、食べても美味しい辛くない唐辛子っていうのも多くあります。寒い時には室温を変えたり、暑い時には水分の蒸発も多いので水分量を多くして、一定の辛さを保っています。熊野の唐辛子を、発展させていければなと思っておりますので、ぜひご協力よろしくお願いします。いただきます。食べるまではこの赤さにビクビクしていましたが、病みつきになる気持ちが分かりました。お肉やお魚などいろんな料理にも合うと思います。